コラージュアートの一例コラージュとは絵画の技法の一つでフランス語ののり付けを意味する言葉である。通常の描画法によってではなくありとあらゆる性質とロジックのバラバラの素材を組み合わせることで例えば壁画のような造形作品を構成する芸術的な創作技法である。作品としての統一性は全身的な平地を通して形成される。コラージュは 絵画と彫刻の境界を消滅させることを可能にした。絵画におけるコラージュは、キュビスム時代に、パブロ・ピカソ、ジョルジ・ュ・ブラックらが始めたパピエコレに端を発すると言われている。主観的構成の意図を持たない、異相外の組み合わせとしてのコラージュは1919 19年に、マックス・エルンストが発案した。主に新聞、布切れなどや、針金、ビーズなどの絵の具以外のものを、 いろいろと組み合わせて画面に貼り付けることにより特殊効果を生み出すことができる。後に様々な方向で工夫されて発展し現在に至る。ジョルジュ・ブラックとパブロ・ピカソが1912から1913年に彼らのコンポジションに現実世界の要素をそのまま導入して最初期のコラージュもしくはパピエコレを制作し、これはテクスチャを強調し、 新しい造形空間を創造する結果となった。1941年までコラージュは異なった芸術運動の原則に従って様々な創造技法を発達させた。キュビスムによる革新の時期、ブラックとピカソは重なり合い追加される平面を作り出すことで絵画の空間を再構成することを可能にするコラージュの手法に訴えることで、 よりわかりやすいコンポジションへと回帰したのを見て取ることができる。1918年から1931年にかけては、ダダイストやシュールレアリストたちはコラージュを通じて、現実世界の支配から距離を置き、人間を解放することへの意思を表明した。彼らは、様々な方法で実に、様々な素材を操った。1918年には、ラウル・ハウスマン、ハンナ・ヘッヒ。 ジョン・ハート・フィールドが切り取った写真を使って政治ニュースに採掘した。1919年にはマックス・エルンストが古い版画からコラージュを作り幻想的な諸小説として再構成した。ダダイストやシュール・レアリストの秩序破壊的な活動がある一方で1914年から1941年にかけて より落ち着いた、とりわけ装飾的な方向へと向いたコラージュの実践も発達した。アンリ・マティスは、例えば、バンスのロザリオ協会のステンドグラスなどの大きなガッシュ画を切断して下へとした。1941年以降は、多くの画家がコラージュを実践するようになり、講習も数多くの展覧会で目にした結果この技法になれたことで一種の凡用化が見られるようになった。 しかしながら何人かの芸術家は突出している。例えば、ジャン・デュ・ビュッフェは、イマージュの感能性とコンポジションのダイナミズムを強調するためにコラージュを活用し、イジー・コラージュは利用される手法によって、コラージュを的確に分類して、コラージュを理論化し、ベルナール歴史は同一のイマージュを集積、反復することによって、不快感を引き起こした。1992年にはフランスで、 コラージュ芸術家たちの初のヨーロッパ機関が設立された。当初はコレクティーフ・アメール、後にはアーコルと称している。コラージュ芸術のための500回以上の展覧会を開催し、1993年からは現代、コラージュサロンをパリで毎年開催している。また初のコラージュ専門の美術館の創設にも関わった。設立者のピエール・ジャンバレには、 コラージュの歴史と技法に関する数多くの著作があり、今日では現代コラージュ芸術において無視できない人物となっている。今日ではコラージュは広く使用される技法となり、世界中の美術館や展覧会でコラージュによる作品が見られるようになっている。コラージュは古典的な現実世界の描写に権威をかけ、芸術の実践そのものを革新した。 芸術と人生を結びつけるためのイマージュの製造では、使用される素材、使い古され、傷んだオブジェを特別扱いするクルト・シュビッタースによれば、難度やゴミ山に散らかった、あらゆるガラクタを通じて、今や現実世界は、作品の構成要素となった。人生にも、人間にも、家具にも、感情にも完璧に綺麗なものなど存在しないのだから、フォトモンタージュを参照のこと。 コラージュが発展する経過で生まれてきたもので、コラージュ作品のうち、特に花、草などの植物素材から制作するものを言う。アンリマティスが始めた、同一もしくは類似のテーマの画像を集めて絵巻形式にした作品をコラージュノベルと呼ぶ。形式としてはグラフィックノベルに近い。ダダイストでシュールレアリストでもあったマックス・エルンツとの作品が有名である。 音楽の引用とも言われる。他人の作品などの動機やテーマなどを出して、自己の作品との関係を強化するために用いる。王家としては、ベルント・アロイス・スチン・マーマンがその典型である。サンプリングも音楽におけるコラージュと言える。ありがとうございます。